こんにちは。モレックシンテズ、今日はバルビタールの面をプレイしますね。睡眠薬ですよね。こんなかっこいいカブトムシが飛んでるみたいな綺麗な形なんですね。で、ここの角の部分、角と頭の部分っていうのはそっくり同じやつがあるんですよね。カルバミドですね。これをそのまま使います。で、あとまあ羽と胴体の部分はシクロヘキサンと、あとここの CO の部分は、羽の部分はメタノールを私は使いました。まあ誰でも思いつくような簡単なやり方なんですけど、まあこの部分をちょっと最後回転させてこことくっつけようと思うんですよね。まずここの窒素からは2つ水素を1個ずつ取らないと活性化しないんで、1番で水素抜いて、右に移動して水素抜いて、で左に戻ると。これで4サイクルで元の位置にこうやって戻ってこれますよね。でここで両方ともくっつける状態になったと。であとはここのシクロヘキサンの部分はここの炭素を取り除かないといけないですよね。でここの炭素からは水素を2つ抜かないといけないんで、2番でシャントすればいいですよね。2回シャントすればちょうどいいですよね。でここが ここの炭素を2サイクル目に取り除くことができるんで、取り除くとこうですね。であとここの炭素とこの羽の部分の2つの炭素からはここは炭素を3つ抜かないといけないですよね。ここの炭素になるんで、4番でマイナスマイナスマイナスで、5番もここでマイナスマイナスマイナスと、でなんとなく形ができてきて、ここで3番次左に3サイクル目に左に、ここのを消去した後、ここを軸にして左に回転します。これで、大体できてるでしょ？あとできてないのが、こことここに水素を1個ずつ足さないといけないんで、4サイクル目に2番と3番で、まあこれね、たまたまちょうど位置があったんですよね。たまたま2番と3番で水素を1個足すでしょ？で、あと、ま、ここの、ヒドロキシル機からは、水素を1個取らないといけないですよね。それは5番がちょうど5番の位置に来てるんで、5番で取ると。で、あと最後、ここのヒドロキシル機からも、水素を1個取らないといけないんで、これはね、最初に6番で取っておきますね。これでね、できたと思うんですよね。うん。これで、できてますよね。で6番でそのまま出荷すると、うん、できてますね。まあ今回はね、いろいろ試してるうちにたまたまうまい形でできた形です。まあ4サイクルに1個作ってるんで、480サイクルでできました。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。